ということで嬉しいです。レビューもとても良さそうですね。あの怪物のどんなところが良かったですか？映画の感想をぜひ周りの皆さんに伝えてください。さらに多くのお客様に劇場で見ていただきたいです。ゴーデイヘイヨンギン。荣获本届康城影展最佳剧本、金钟女奖大导演视之如和，殿堂级音乐大师坂本龙一撼动心弦遗作，揭示非常人性，全球席卷好评。私が話してるのは人間。谁是拥抱邪恶的圣人？谁是残余人性的怪物？怪物誰だ？今日怪物。